戦前から平成時代に閉鎖するまで洋画の三本建工業を主に行っていた。時事新報1928年8月3日付に掲載された広告。この当時の東京クラブは東京館と名乗っていた。1913年東京市浅草区公園ロック金流館の林地に開業した。根岸工業部が 1887年10月1日開業の時技、1911年10月1日開業の金流館に次いで開業した劇場である。同社の創立者、根岸浜吉が前年に亡くなっており、二代目社主の小泉義史氏が開業した。路地を隔てた北側には、電気館、ロックの通りの正面には、帝国館という立地であった。 1916年5月1日、三観共通入場券を導入した。1923年9月1日、関東大震災の直撃で浅草は壊滅、根岸工業部は大打撃を受け、不採用手、小畜参加となる。その後、1924年開業の法学座などと、ともに、パラマウント映画の作品を数多く上映するようになる。 1928年8月3日付、時事新報二道館と邦学座が共同出向した広告によれば、アドルフ・マンジュー主演の、人よの秘密、フローレンス・ビダー主演の、鳥泣き里のお姫様といった2作の、パラマウント作品に加え、1927年に、ユニバーサル・ピクチャーズが制作したエドワード・レムリ、監督作、サバカルル魂・魂も上演されていた。 1931年、時技、金流館と共に改築。この時の建物は、平成の時代に取り壊すまで使用された。設計は三館ともなり建築事務所。後に、東洋一の五千人劇場と呼ばれた、国際劇場を手掛けた、建築設計事務所である。1945年8月15日、第二次世界大戦が終結し、 やがて、アメリカ映画の三本立て工業を再開する。1991年11月4日、さよなら、東京クラブファン感謝フェスティバルと銘打った最終工業をもって閉鎖廃業となり、1931年地区の建物は解体され、78年の歴史に終止符を打った。跡地は特に売却、再開発され、 1995年アサクサロックス 3G が建設される。AB ソーラン P243、245から246、249AB、平成3年のラストショー。平成ラストショー OHP2021 年2月3日、閲覧。浅草クサ小地区東京クラブ、ザサーティーンスジュアラー。インターネットムービーデータベース。 2014年11月25日閲覧。ありがとうございます。